それじゃあ行きます。ボッチャンボード出ておいで、ドーン。はい、こちらです。こんにちは、ガクチャンネルの学部です。今回はこちら、ボッチちゃんのエフェクターボードを完全再現、キタちゃんもということで動画撮っていきたいと思います。前回の機材考察動画でもご紹介したんですが、ボッチザロック最終話の12話、秋華祭の体育館ステージに立った結束バンド、文化祭ライブに向けてボッチちゃんとキタちゃんはエフェクターボードを組んでステージに臨みました。今回の動画ではそんな秋華祭ライブでのボッチちゃんとキタちゃんのエフェクターボードを完全再現したので、エフェクターボードの組み方の解説やボッチちゃんのエフェクターを実際に使用して秋華祭ライブのセトリを演奏してみましたので、ぜひ最後まで見ていってください。それじゃあ早速いってみましょう。ガクチャンネル、はい、早速開けていきましょう。まずはラットから、はい、箱をオープン。そしてこのファサファサの袋をオープン。はい、こちらがプロコラット2ディストーションです。かわいいね、プロコって書いてますね。はい、接続端子はこんな感じ、シンプルです。電池の蓋はね、六角レンチで開け閉めするタイプです。はい、続きましてこちら、ボスのブルースドライバー2、行ってみましょう。はい、箱をトントンと叩いてオープン。なんか紙がね、守りを固めてます。でこれね、もう取るとファサファサに包まれても見えてます。はい、オープンからですね。はい、見えちゃってますね。このファサファサの袋からブルースドライバー出ておいで、オープン。この青い筐体たまらないね。可愛いしかっこいい、洗練されたデザインです。これは売れるのわかるわ。はい、続きましてパワーサプライ行ってみましょう。カスタムオーディオジャパンの AC-DC ステーションバージョン2です。はい、オープン。このロボットの顔みたいなのが可愛いね、素晴らしいです。でこっちに4つさせて、これ電源でランプで、こっちにも3つさせると、計7つさせますね。はい、そんな感じ。続きましてこちら、クライベイビーのワウ行ってみましょう。はい、オープン。 The Original Since 1967ということで歴史深いね。でクライベイビーのなんかシールが見えてます。で、はい、持ち上げてからだね。はい、このシールと説明書を取り出します。このシール嬉しいよね、布教したくなります。説明書は困った時しか読まないので置いといて、はい、いよいよ本体見ていきましょう。クライベイビー出ておいで、オープン。はい、かっこいい、クライベイビーって書いてるね。かっこいいです、この黒い筐体がね、たまらないね。モデル GCB95 ということでね、いいね。この電池の入れるとこもかっこいいね、ここね。はい、開封はそんな感じです。ボスの MS3 はすでにバリバリ使ってるんで開封済みです。キタちゃんの使用するチューナーも見ていきましょう。はい、これね、ポリチューンです。これは過去に動画も上げてます。でラットとブルースドライバーとポリチューンのセットがキタちゃんセットです。なのでキタちゃんとお揃いがいいよって方はね、この3つを集めてみてください。ガクチャンネル、はい、エフェクターの開封は無事に終わったんだけど、今回こちらボッチちゃんのボードの完全再現なんで、ボードがないと始まらないよね。ってことでこれね、これがボッチちゃんのエフェクターケースなんだけど、まあ普通のね、何の変哲もない黒いエフェクターケースだよね。まあ、強いて言うなら取っ手の部分がなんかちょっと持ちにくそうだなっていうぐらいしか特徴がなかったから、まあとりあえずサウンドハウスさん見てみようということで、こちら我らがサウンドハウスさんの自社ブランドクラシックプロのエフェクターケースだね。ボッチちゃんはスイッチャーを導入しているし、ワウも使ってるんで、横幅50センチは欲しいなと思って、だったらこのモデルかなって思ったんだけど、なんかねレビューを見ると下地が剥がれるって言ってる人がいて、エフェクターってね、マジックテープでボードに固定するんだけど、ちょっと位置変えたいなって時にね、こう剥がそうとした時に下地も一緒に剥がれちゃうってことだね。まあそれ嫌だよね。ただサウンドハウスさんね、親切に対応してくれるイメージだし、このレビューもかなり昔のことなんで、さすがに解決してるなとは思ったんだけど、なんか不安でね、なんか嫌で悩んでる間に俺は飲み会に行くことになったんだよね。で札幌のステラプレイスの島村楽器に寄りました。店内をさまよっているとこちら、 ED ギア EPB04 エフェクターケース 550×320×100mm。 これね、サイズも値段もちょうどよくて、実際に見て触った感じも好印象だったから、ポッチちゃんのボードとはね、ちょっと見た目は違うんだけど、そこはまあ機能性重視でいいかなっていうことでね、
すいませんこれくださいって言ったらね、店員さんもすごい優しくて、箱在庫確認してきますねって言ってくれて、店頭に展示されてたやつじゃなくて倉庫からねピカピカの新品を持ってきてくださいました。店員のお姉さんありがとうございます。見てないと思うけど、その後めちゃくちゃ酒飲んだんだけど、ちゃんと忘れずにね持って帰ってきましたよ。はい、こちらね島村楽器の巨大な袋に包まれて、はい、オープン、おいしょドガーンということでね、こちらが ED ギアのエフェクターケースです。このね開け閉めする部分が素晴らしいんだよね。回して解除して回して閉めるっていうね、高級ケースにしか付いてないと思ったけどね、アルモアとかの。この値段でこれが付いてるんだから素晴らしいです。下地の部分もねしっかりした作りになっているし、マジックテープが付属してるのも嬉しいです。守りを固める部分のスポンジもいい感じに守りを固めてました。捨てないでいるといつも破けるシリカゲルも2個付いておりました。でね、これ取っ手の部分がねとってもいいんですよねすいません。ただ本当にね指にフィットして持ちやすいです。概要欄にリンク貼っておきますので、これからボード組むって方はねぜひチェックしてみてください。あとさっきもちらっと言いましたが、予算に余裕がある富豪の方にはこちらアルモアというメーカーのエフェクターケースが、高いけどその分作りが良くてめちゃくちゃ頑丈なので、こちらもおすすめです。ガクチャンネル。エフェクターボードも無事にゲットできたので、ここからは実際にエフェクターをボードに固定する流れを一緒に見ていきましょう。人によってやり方はいろいろありますが、俺の場合はね、なるべくエフェクターを傷めないっていうね、命大事な作戦でいきたいと思います。その上で必要になるのがこちら。スコッチ、超強力なのに後から剥がせる両面テープ、プレミアゴールド。このね、後から綺麗に剥がせるっていうのがね、エフェクターを守る上で大事になります。はい、こちらラットの後ろ側なんですが、こういう風にね4つゴム足とかがついてるんだよね。でその部分に後から剥がせる両面テープを貼っていきます。ただこれだとね真ん中が安定しないので、はい、こういうゴムシートみたいなやつを両面テープくっつけて、はい、こんな感じで貼っつけます。でこのゴムシートの上側にも両面テープを貼ります。ここからさらにエフェクターを守るための便利グッズがもう一つ。はい、こちらです。タミヤ透明プラ板 0.4mm 厚 B4 サイズ4枚入りです。透明なプラスチックの板だね。これをエフェクターのサイズにカットして、さっきの両面テープの部分に貼ります。でこのプラ板の上にマジックテープを貼ります。昔何も知らないでね、エフェクター本体にマジックテープそのままつけてたんだけど、剥がす時もベッドベトになって最悪だったんだよね。でもこのプラ板と綺麗に剥がせる両面テープがあれば、エフェクターをノーダメージでボードに固定することができます。ラットの固定バッチリだね。あとはもう同じ要領だね。ブルースドライバーにも両面テープを貼って、サイズに合わせてプラ板をカットして、プラ板を貼ってその上にマジックテープを貼る。そうすることでブルースドライバーにはダメージを与えずにボードに固定することができます。バッチリだね。パワーサプライも同じ要領で貼っていきます。あとこれね AC アダプターの部分にも貼ることでアダプターがぐらつかなくなるので、これもぜひ試してみてください。クライベイビーに関しては最初からついてるゴム足4つを外してから、両面テープ、プラ板、マジックテープの順で貼るといいと思います。ワウ重たいから不安だけどね。はい、どうでしょうか。はい、バッチリ固定できております。ガクチャンネル。はい、ここまで長かったけどね、いよいよです。まずはシンプルなキタちゃんのボードから皆さんにお披露目したいと思います。はい、行きます。ドーン！はい、こちらがキタちゃんのエフェクターボードです。キターン！ということでね、TC エレクトロニックポリチューンとボスブルースドライバー、そしてプロコラット2ディストーションです。浜地亜紀先生の原作と眺めるとテンション上がります。はい、お待たせしました。いよいよボッチちゃんのエフェクターボード、皆さんにお披露目したいと思います。このボッチちゃんボードの左側に今回俺が作ったボッチちゃんボードを召喚したいと思います。それじゃあ行きます。ボッチちゃんボード出ておいで、ドーン。はい、こちらです。そっくりだよね。向きは違うけどフローリングまで似てるよね。はい、浜地亜紀先生の原作と眺めるボッチちゃんのエフェクターボードです。かっこいいね。メカメカしいよね。エフェクター見ていきましょう。まずラット2ディストーションとボスのブルースドライバー、そして CAJ の ACDC ステーションバージョン2、そしてこちらワウがクライベイビーと、ひときわ目立つのがこちらボスのねマルチエフェクトスイッチャー MS3 です。メカメカしくてかっこいいよね。でこの輝く画面を見てみると、
はい、ソロぼっち、意味深だよね。まあ、ギターソロのぼっちっていう意味で作ったんだけど、ぼっちでソロって寂しすぎるよね。はい、もう一度ね、浜地亜紀先生の原作と一緒に眺めてみましょう。壮観だね。作ってよかったです。今回パッチケーブルは親出さんのネオというね、ソルダーレスケーブルを使用しました。これね、ソルダーレスケーブルって断線しやすいんだけど、このモデルは全然しないんだよね。おすすめです。こちらも概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ポッチちゃんボードの音出し行ってみましょう。ギターはギブソンレスポールカスタム、アンプはマーシャルをクリーントーンにして歪ませたいと思います。普段やってる生放送と同じような演奏スタイルで、ギター2本とクリックと歌だけでね、演奏していきたいと思います。ボーカルは生放送でおなじみなオレコロさんです。覚悟して聴いていただけたらと思います。それでは聴いてみてください。どうぞ。ガクチャンネル。この気まずさも倦怠感も、太陽は隠れない。
学チャンネル。はい、いかがでしたでしょうか。ボーカルは生放送ではおなじみな俺の声を安心パパというかコロスケみたいに加工した俺のコロスケ、略して俺コロさんが担当しております。びっくりされた方、もし責められても何が悪いと返すことしかできません。すいません。動画の下段にもテキストで出してたけど、音作りの詳細は先日生放送したボッチのエフェクターボードで音作りを徹底解説、ボザロロス、こちらを生放送で徹底的に解説しましたので、週火祭ライブの瀬取りを演奏してみたいけど音作りわかんねえやって方はね、ぜひ見てみてください。この放送のコメントでリスナーさんからラットとブルースドライバーの設定を教えてくださいっていうリクエストをいただいたので、この動画に載せておきますね。よかったら音作りの参考にしてみてください。俺の感想を軽く話しておくと、ボッチちゃんのボード、ボッチザボードはコンパクトとマルチのいいとこ取りな欲張りセットなんで、ボッチちゃんボード組むのめちゃくちゃうまいやんっていう風に感心しましたね。 MS3 はマルチエフェクトスイッチャーっていう名前の通り、スイッチャーだけどマルチエフェクトな部分も兼ね備えているので、自分の持ってるエフェクター以外の音も楽々 MS3 から呼び出して使えるんで、それはもう超絶便利なんですよ。カレントナンバー機能もあるしね。このあたりの話も生放送でたくさん解説しておりますので、気になる方はぜひ放送を見てみてください。学チャンネル。はい、視聴者さんからのコメントで締めていきましょう。今見てきたら売り切れてました。ヨーロッパにて。おい、ジャポンから突然発注増えてるぞ。なんかあったのか。お前ジャポンとか詳しかったよな。ああ、それは最近ジャポンで流行ってるアニメでキャラクターが使ってるらしいね。バンドのアニメか。さすがジャポンはクレイジーだぜ。売り切れる。ということで、前回のキタちゃんギターのレビュー動画の投稿後に、そのキタちゃんギターが即売り切れたよっていうことをリスナーさんが教えてくださいました。寸劇も面白かったです。ありがとうございます。みんなキタちゃん大好きなんだね。そしてボザロの勢い改めて半端ないね。動画を見ていても立ってもいられず注文してしまいました。当マンで購入する際、ゲストアカウントのままブラウザの自動入力で住所入力すると送料15万円で表示されたのを確認しています。国情報と郵便番号で判定してるのか、一つ一つ手入力したところ、送料97ユーロ前後になったため、事前にアカウント登録か手入力がおすすめですね。公式や商品ページを見ると250本限定のようなので、この動画の影響で即在庫枯れそうな気がしてます。この方も予言通り売り切れちゃったね。やっぱりトーマンで買い物するときは事前にアカウント登録して住所は手入力しないと送料が莫大な金額になるので、みんなもお気をつけください。言い忘れてましたが、キタちゃんギターデビューおめでとうございます。情報コメントもありがとうございます。昨日トーマンのサイトにすっ飛んでみたのですが、残念ながら売り切れてました。残念。どうしてもギターを始めたかったので奮発してエピソンの方を買いました。再販求む。この方はね、惜しくもキタちゃんギターは買えなかったけど、エピフォンは買えたということでね、エピフォンデビューおめでとうございます。こちらの放送でも話題に上がったんですが、色違いのこちらファットベントンブルー、ファットなキタちゃんの方はね、まだ在庫がありますので、気になるよって方はね、ぜひ色違いもチェックしてみてください。色違いの方が本家に近いかもよっていう情報をくださった方もいらっしゃいました。キタちゃんギターのペルハムブルーについてもね、すごく詳しく解説してくださっております。たくさんの情報ありがとうございます。ボザロは自分みたいな軽音で楽器始めた世代に、今までちゃんと楽器練習してたか抜き打ちテストみたいな感じでちょうどいい難しさの楽曲出してくるからたまんない。日本語めちゃくちゃだけど共感してほしい。わかるわかる、同じ気持ちさ。っていうことでね、軽音の時はトムハックさんに育てられたし、ボザロではね、三井律夫さんに育てられております。他にもワールドワイドに英語でのコメントや中国の方からのコメント、温かいコメントやアドバイスもいただきました。ありがとうございます。ギブソンを壁に立てかけてるの普通にやばい。これ懐かしいね。スクールデイズの誠だよね。アイコンは誠だけど言ってることは誠じゃないです。前回の動画のこの写真とか見てね、誠は誤解したのかもしれないけど、俺の大切なギブソンをね、壁に立てかけるわけないやん。ただ誠もね、悪気があったわけじゃないだろうから、俺もね、ちゃんとコメント返しておきました。 K&M のウェイブシリーズおすすめです。誠も俺のギブソンを心配してくれてありがとう。学チャンネル。
ぼっちちゃんのエフェクターボードを完全再現、きたちゃんもということでお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。週火祭ライブのシーンが好きすぎてめちゃくちゃ見てるから、今回実際にぼっちちゃんときたちゃんのエフェクターボードを再現して足元眺めた時はニヤニヤが止まりませんでした。鼻水も止まらなくて、その日は生放送できなくなったんだけどね。まあギターでも何でもそうだけど、モチベが一番大切だと思うので、そういった意味でも金額は結構かかるんだけど、ぼっちちゃんとエフェクターをお揃いにするっていうのはありなんじゃないかなと思いますね。もちろん予算がきつい方はマルチエフェクターで代用して、その分ギターの練習に本気出すっていうのも素敵だと思います。コンパクトエフェクターにスイッチャー、エフェクターボードにシールドやパッチケーブル、ギタリストはお金がかかるんですよね。ズームの G14 なら1万円でお釣りが来るので、こういうコスパのいいマルチエフェクターでも音作り生放送、需要があればやってみようかなと考えております。今回ご紹介したエフェクターや機材の商品ページは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ぼっちちゃんのエフェクターボード、ぼっちザボードに関する質問や感想はもちろん、他にもボザロの音楽機材に関する情報などございましたら、俺含めリスナーさんにも貴重な情報源となりますので、コメントお気軽に残していってください。このチャンネルでは今回のような機材紹介はもちろん、アニソンやゲーム音楽のカバー動画も投稿しております。趣味が合うなぁと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。てな感じで寂しいですが、今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。したっけなー。